こんにちは。今日の講義は書籍図解でわかる14歳から知る気候変動です。この本は気候変動という複雑で重要なテーマを14歳以上の若者に向けてわかりやすく解説しています。図解やイラストを多用しているため視覚的に理解しやすく、気候変動の基本的なメカニズムやその影響、そして私たちが取るべき対策について学ぶことができます。特に持続可能な開発目標 SDGs を通じて気候変動を理解することができる点が特徴です。まずこの本では気候変動が引き起こす具体的な問題について述べています。例えば世界の気温上昇や異常気象の頻発、感染症リスクの増加、そして都市を襲う熱波などが挙げられます。また食料生産地の変動や水不足、氷の融解による海面上昇など気候変動がもたらす多岐にわたる影響についても詳しく解説されています。これらの問題は私たちの日常生活や世界経済、生態系に深刻な影響を及ぼすため理解しておくことが重要です。次に地球の気候システムについて説明しています。地球の気候は非常に複雑で、温室効果ガスによる温暖化や水の循環システム、炭素の循環など多くの要素が連携して成り立っています。これらのシステムがどのように機能しているのかを理解することで気候変動のメカニズムをより深く知ることができます。また気象観測システムや気候モデルを使って未来を予測する方法についても触れられています。さらに現在進行中の気候変動の影響についても詳述しています。温暖化の原因が人間活動にあることや CO 削減の重要性、異常気象の増加、北極の温暖化が引き起こす熱波、エルニーニョ現象などが取り上げられています。また台風の大型化や水害の激化、水不足、農業への影響など具体的な事例を通じて気候変動の現状を理解することができます。最後に私たちができることについても述べられています。持続可能な開発目標 SDGs やパリ協定 1.5°C 目標の達成に向けた取り組み、温室効果ガスの発生源、脱炭素社会の目指すべき方向性などが紹介されています。またエコカーの普及や CO2 の回収貯留 CCS、 森林や海洋の保護、企業の CO2 削減努力など具体的な対策についても詳しく解説されています。このように図解でわかる14歳から知る気候変動は、気候変動についての基本的な知識から具体的な対策までを網羅しており、若い読者にとって非常に有益な一冊です。気候変動の問題を理解し、未来に向けてどのように行動すべきかを考えるきっかけとなるでしょう。この本の特筆すべき点は、気候変動が引き起こす新たな社会問題にも焦点を当てていることです。例えば気候難民という概念について詳しく解説しています。気候変動によって住み慣れた土地を離れざるを得なくなる人々が増加し、2050年までに1億人を超えると予測されています。これは単なる環境問題ではなく、国際社会が直面する重大な人道的課題となっています。また気候変動が世界経済に与える影響についても深く掘り下げています。異常気象による農作物の被害、海面上昇による沿岸都市のインフラ損失、気候変動対策のためのコストなど、さまざまな要因が複合的に作用し、世界経済に莫大な損失をもたらす可能性があることを指摘しています。これは私たちの日常生活や将来の経済活動にも直結する重要な問題です。さらに本書では気候変動対策における国際協力の重要性も強調しています。特に先進国と発展途上国の間の気候制限の問題に触れ、 CO2 排出量の多い先進国が気候変動の影響を強く受ける発展途上国に対してどのような責任を負うべきかという倫理的な側面にも言及しています。興味深いのは、本書が単に問題を提起するだけでなく、読者自身が日常生活で実践できる具体的な CO2 零削減方法も提案していることです。例えばエネルギー効率の良い家電製品の選択、公共交通機関の利用、食品ロスの削減など身近なところから始められる対策が紹介されています。これにより読者は気候変動問題を自分自として捉え、積極的に行動を起こすきっかけを得ることができます。本書は
気候変動に関する科学的知見を分かりやすく解説しつつ、その社会的、経済的影響や対策について幅広く論じています。14歳以上を対象としていますが、大人にとっても十分に学びがある内容となっています。気候変動という複雑な問題を図解を交えて体系的に理解できる本書は、環境問題に関心のある方々にとって貴重な一冊となるでしょう。この本を読むことで、読者は気候変動に関する幅広い知識を得られるだけでなく、自分自身の生活や将来にどのように関わってくるのかを具体的に理解することができます。例えば、若い読者にとっては将来の職業選択や生活設計を考える上で重要な情報源となるでしょう。気候変動対策に関連する新しい産業や職種が生まれつつある現在、この分野での知識は将来のキャリアにおいて大きな強みとなる可能性があります。また、日常生活における選択肢の幅を広げることにもつながります。例えば、エネルギー効率の良い製品を選ぶことや、食品ロスを減らすための工夫など、身近なところから始められる環境に配慮した行動を知ることで、より賢明な消費者となることができます。これは個人の生活の質を向上させるだけでなく、社会全体の持続可能性にも貢献することになります。さらに、この本を通じて得られる知識は、家族や友人との会話の中で活用することができます。気候変動という複雑な問題について、分かりやすく説明できるようになることで、周囲の人々の意識を高め、より広範な社会変革につながる可能性があります。加えて、本書の内容は、学校での勉強や課題にも役立つでしょう。SDGs や環境問題に関するレポートや発表の際に、信頼性の高い情報源として活用できます。これにより、学業面での成果向上も期待できます。気候変動が私たちの生活に及ぼす影響を理解することで、将来起こりうる変化に対して心の準備をすることもできます。例えば、異常気象の増加に備えた防災意識の向上や、食料生産の変化に対応した食生活の見直しなど、先を見据えた行動をとることが可能になります。本書は、単に知識を得るだけでなく、読者の思考や行動を変える力を持っています。気候変動という地球規模の問題に対して、個人として何ができるのかを考え、行動に移すきっかけを提供してくれます。これは、より良い未来を想像する上で非常に重要な第一歩となるでしょう。気候変動の問題は、私たちが直面する最も深刻で緊急性の高い課題の一つです。地球の気温が上昇し、異常気象が頻発する中で、私たちの生活や社会の在り方を見直す必要があります。まず、気候変動の原因について考えてみましょう。主な原因は人間活動による温室効果ガスの排出です。特に、化石燃料の燃焼や森林伐採が大きな影響を与えています。これにより、地球の大気中の二酸化炭素濃度が急速に増加し、気温が上昇しています。この気温上昇は、様々な形で私たちの生活に影響を及ぼします。例えば、海面が上昇することで沿岸地域が浸水し、住む場所を失う人々が増えます。また、異常気象による農作物の被害が増え、食料供給が不安定になることもあります。これにより、食料価格が高騰し、特に貧困層に大きな影響を与えることになります。さらに、気候変動は生態系にも深刻な影響を与えます。多くの動植物が生息地を失い、絶滅の危機に瀕しています。これにより、生物多様性が損なわれ、自然界のバランスが崩れることになります。生態系の破壊は、私たちの生活に直接的な影響を与えるだけでなく、長期的には地球全体の健康にも悪影響を及ぼします。気候変動に対する対策として、私たちには多くの選択肢があります。まず、エネルギーの使用を見直し、再生可能エネルギーの利用を拡大することが重要です。太陽光や風力、水力などのクリーンエネルギーを積極的に取り入れることで、温室効果ガスの排出を大幅に削減することができます。また、エネルギー効率の良い製品を選ぶことや、節電を心がけることも効果的です。さらに、森林の保護や再生も重要な対策の一つです。森林は二酸化炭素を吸収し、酸素を供給する役割を果たしています。森林伐採を減らし、新たな植林を進めることで、
地球の健康を守ることができます。また、都市部では緑地を増やし、都市のヒートアイランド現象を緩和することも重要です。個人レベルでも、私たちにはできることがたくさんあります。例えば、公共交通機関を利用することや、自転車や徒歩での移動を増やすこと、リサイクルを徹底することなど、日常生活の中で環境に配慮した行動をとることが求められます。これにより、個々の小さな努力が集まり、大きな変化を生み出すことができます。教育もまた、気候変動対策の重要な要素です。若い世代に対して、気候変動の現実とその影響について正しい知識を伝えることが、未来のリーダーを育てる上で欠かせません。学校や家庭での教育を通じて、次世代が環境問題に対して積極的に取り組む意識を持つことが大切です。国際的な協力も不可欠です。気候変動は国境を越えた問題であるため、各国が協力して対策を講じる必要があります。パリ協定のような国際的な枠組みを通じて、各国が目標を設定し、具体的な行動を取ることが求められます。特に、先進国は発展途上国に対して技術や資金を提供し、共に持続可能な未来を築くための支援を行うことが重要です。気候変動の問題は一朝一夕で解決できるものではありませんが、私たち一人一人が意識を持ち、行動を起こすことで、未来をより良いものにすることができます。そして最後に読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、どれだけ知識を蓄えても、体が健康でなければその知識を十分に活用することができないからです。健康な体と心を維持することが、あなたの人生を豊かにするために欠かせない要素です。そこで、今日はライザップというプライベートジムをご紹介したいと思います。ライザップは、単なるダイエットを超えて、健康管理にも特化した非常に優れたサービスを提供しています。特徴の一つとして、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングがあります。これにより、これまでダイエットやジム通いが続かなかった方でも、継続的に取り組むことが可能です。トレーナーがあなた専用のプログラムを作成し、食生活やメンタルのマネージメントも含めてサポートしてくれます。これが非常に重要で、健康的な体を維持するためには、適切な運動だけでなく、バランスの取れた食生活やストレス管理が不可欠だからです。さらに、ライザップでは30日間無条件全額返金保証がついています。これは、サービスに自信があるからこそできることであり、もし満足できない結果であれば全額返金してもらえるので、安心して始めることができます。また、1日50分、週に2回の無理のないトレーニングが提供されるため、忙しい方でも無理なく続けられるでしょう。無料カウンセリングも行っており、自分に合ったプログラムを見つけるためのサポートが充実しています。さらに、完全個室のプライベートな空間でトレーニングを行うため、他人の目を気にせず、自分のペースで集中して取り組むことができます。これは、他のジムではなかなか得られない特別な体験です。これにより、精神的にもリラックスした状態でトレーニングができるので、より効果的な結果が期待できます。ライザップのもう一つの魅力は、無理な食事制限がない点です。食べられるダイエットとして、健康的に痩せることが可能です。栄養バランスを考慮した食事指導が行われるため、無理なく続けることができ、リバウンドしにくい体づくりができます。これにより、理想の体を手に入れるだけでなく、その状態を長く維持することができるのです。ライザップが提供するパーソナルトレーニングジムは、テレビ CM でも話題になった、結果にコミットする、というフレーズで知られています。その名の通り、あなたが求める結果を達成するために、ライザップは全力でサポートしてくれます。健康的に痩せるだけでなく、心身ともに健やかでいられるようなトータルサポートが提供されるため、あなたの生活全体が向上することが期待されます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。